あのね。ん？ちょっといい？ありがとう。ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃいざって時どうしようもないのね。解答団に入った以上私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。参謀ってまあいいけど、まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことちょっと感覚ずれてるらしくて。やっぱり確かにみんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし、そういうのもちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくてみんなのことをちゃんと理解したいの。それに解答団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの？みんなよくゲーセンって言うわよね。実は私行ったことなくて。よかったら連れて行ってくれない？こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今見たく勉強だけじゃダメだと思うの。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。じゃあ早速だけど行きましょう。遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的じゃない、もしよければ付き合ってくれない？やった！嘘！うん、こんな感じね。あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用できるかしら？普段行かないところに来たせいかな、こういう発想できたの。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もあるのね。今までの私じゃ絶対来なかったと思う。そんなこと、できればまた手伝ってもらえない？こうやって勉強以外の知識が増えれば解答団でもいろんな提案ができるかも。時間取ってもらう分期待には応えないとね。
今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化した者がいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、女教皇のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのよね。私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。ああ、行ってみたいっていうか、実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね。そろそろ帰ろっか。ありがとね。あのね、それじゃ、でも行きましょうか。ありがとう。よし。
ねえ、気づいた？それじゃ。あの、いや、その。うん。
そうね。またね。実はね、けど、実はね、そういえば、ありがとう。よし。
あのね、またね。行きましょうか。実はね、その。それじゃ。行きましょうか。
その…ありがとう。よし。行きましょうか。それじゃ。その…そう…またね。その…ありがとう。
どうやら。でも、実はね、ありがとう。それじゃ。
行きましょうか。何かあった？怪しいわね。でも、
いて。ありがとう。でも。またね。でもそれっぽいホストの話はいくらでもあるんだけどね。でも司が悪徳ホストだって言い逃れできないよう確証は欲しいじゃない。きっとこの界隈のキャッチとかなら何か知ってると思うの。証拠は足で稼ぐ、お父さんの受け売りね。Thank you.
確証は得られたわね。もうすぐシフトの時間よ。店の前で英子を待ち伏せしましょう。ねえ、Thank you.
でも実は A 子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって。それまだ引っ張る？でも危ない目に遭わなくてよかった。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。勉強なんて意味がない。確かにそう思った時もあるわ。他人の評価を得るためでも、自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そのために私は勉強する。そう、つまり警察のトップ。学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法スレスレの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。私はそいつらを決して許さない。けどそれを成し遂げるには私一人じゃ無理。だから組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。そうだといいな。それが
私の目指す正義だし、お父さんの意思を継ぐことだって思うから。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守り大変だったでしょ、なんてね。でもあなたに頼んでよかった。私ね、これからもっと違う世界を見られる気がする。きっとできるわ、あなたがそばにいてくれるから。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、女教皇の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。感じるわ、私の成長した、新しくなった力。よし。もちろん私のことも頼ってね。対等に付き合っていきたいから。さて、夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。解答をしながら警察になるために勉強するなんかおかしいね。でも案外矛盾してないのかも。闇に隠れた悪を暴く。警察でも怪盗団でも私の目的は一緒よ。それでなんだけど、あの、その今日は知識のない方の勉強をあなたとできたらいいななんて、ダメかしら。ありがとう。お？あら、ちょっと時間もらえない？ナナ。ありがとう。ごめんね。ねえ、
私は。やってみるね。よし。またね。Thank you.